はい、こんにちは。今回は水辺のある幻想的な山奥の風景画を空想で描いたので各家庭をご紹介していきます。で、このチャンネルでは写真を見て描いたりする描き方ではなく、実在する現実でもなく、何も見ずに心の描写をする心で思い描いた世界を、各家庭をご紹介しております。まず色の説明していきます。今回ちょっと多いんですけども、まあ、この辺はなかったらね、なくてもいいかなって思います。ある色で対応してやっていただけたらなと思います。で、まず色は、黒からですね、ランプブラック、下にウムホワイト、フタローブルー、グリニッシュブルー、ピロールレッド、アゾイエロー、サップグリーン、パーマネントグリーンライト、ローアンバーです。で、奥の3つの色は、ターコイズグリーンとスカイブルーライトとかね、そのあたりの色合いなんですけども、まあ、この辺は一応ちょっと使うかわからないけども出しといた感じで、まずね、今回は、山、幻想的なちょっとね山描いて、で、水面にね、その景色がこう映るような感じにしようかなと思うので、まず真ん中にね、マスキングを貼りました。で、まあ、どっちの色でやろうかなって思って、まずは、フタローブルーの方ですね。いつもコバルトブルー使ってるんですけども、これね、コバルトブルーでやってもいいと思いますね。もうある色でね、青と白で、そこに赤をちょっと混ぜます。で、2色作ったんで、まあ、両方ともね結局混ぜて、上にね乗せてます。で、軽くね、上に青を乗せたら、今度先ほどの色に赤をね、さらに、さっきの割合よりも多くして、ちょっと紫がかった色合いにしたら、それをまたその下にね、ちょっと上から重ねるようにかな、ちょっとなじませて伸ばしていく。そしたらこれも白でその色をふんわりと伸ばしていって、グラデーションにしていくような感じですね。で、この辺りからね、ちょっとオレンジとかね、ピンクっぽい色を入れていこうかなって。で、こういったね、立って横に筋が入っちゃう分には、別にこのね、自然な雲のね雰囲気も出ていいと思うので、横の筋はね気にしなくていいかなと思います。で、今オレンジを作りました。で、オレンジね、これちょっとでも強すぎるなと思ったんで、その上からまた白を重ねて、ふんわりと先ほどの、紫のところにも自然とね、こう筆を上に下にとね、上下に横にやりながら上下にね動かしていると、自然と綺麗なグラデーションをね作ることができます。で、ここでまたね、さらに赤を多めの紫、ね、で、また白を上から重ねていって、またこれもね、こうなんかなかなか思い通りの色になるまで、いろんな色をねこう重ねていってます。で、今もうね、赤に白混ぜてピンク色入れたらね、まあいい感じになったんで、このぐらいでいいかな、って感じになったら、一旦ここでねストップします。で、こういった、木を描くボサボサのね固めの筆、もう使い古したこういった筆があると、木を描くときにものすごく描きやすいですね。で、青と、そこにね赤を少し混ぜて、で、白混ぜました。で、そこに少しね、ほんの少し黄色を入れます。で、これでね、ちょっと青みがかった色で、まず遠くの方のね、山というかね、まあ、木々が生い茂っている感じがちょっとね見える程度の距離の山ですね。ものすごく遠くではないので、まあ、このようにね、木のね質感を出しながら、ポンポンポンと軽く叩くようにして描いていきます。そしたら今の色のね半分ぐらいに黒を混ぜて濃いめの色にします。で、今塗ったところの下の方をちょっと濃いめの色合いにしていく。で、これも先ほど塗ったところのね上の方はちょっと残しておくといいですね。で、今の今度ね半分残しておいた色にさらに白を混ぜて明るい色合い。で、
これを、先ほどのねちょっと上の方にかすかに淡くね残っている部分、ここをねもうちょっと上にねあった方がいいなと思って今追加して、淡い色合いでね描いてます。こうするとね遠くの山々ね、でこの中間の山でその手前っていう風にね遠近感を表現することができますね。でこの辺りのね色でちょっと重ねて色にね深みを出していこうかなと思って、もうある色でねいろんな色こう混ぜながら、今塗ったのはスカイブルーライト、ね、この辺りのこの水色ですね、水色をねちょっと上から、ない方はあの青にね白混ぜたり、した色でねこう塗っていくといいかなと思います。でこの時にあのね全部を明るくするのではなくて、部分的に暗い部分を残しながらこう塊でポツポツと塊で明るい部分を作っていくとね、ちょっと生い茂ったこのね木の質感ってものをね出すことができます。で先ほどよりもちょっと2センチか 1.5 か2センチぐらい下にもう一度マスキングテープを貼りました。でサップグリーンとローアンバと、それからグリニッシュブルー、パーマネントグリーンライトかなを混ぜて、その半分に今黒をね混ぜました。なので緑と茶色と黒を混ぜた色をまずね全体に、今先ほどの部分との間の部分ですね、そこにバーッと乗せました。そしたらそこに白と茶色を混ぜて、ちょっと落ち着いた緑の明るい色で、これも先ほどの、青のところに塗った明るい色と同じようにこうポコポコっとね木があるイメージで、このね木の光の当たっている方に、この絵で言うと右側のね真ん中あたりから光が差しているイメージにしていくので、左側はこの右側寄りにね光が当たっているイメージなので、こうねちょっと暗い部分を残しつつ塊で明るい色をのせていくイメージにするとね、こう木がね立体感のある木で、だんだんとこうね手前になってくる、ね、景色が手前に来ているね、そんな感じを表現することができます。そしたらここで、今度はね黄色と青を混ぜて緑を作ります。このね黄色と青を混ぜた緑ってちょっと幻想的なね色合いになりますね。まあこういったねさまざまなねこの色を混ぜて、こんだけ色があるのでね、たくさんのいろんな混ぜ方をしていくといいですね。でここで今ねそれに白を入れて明るい色に一回作っておいて、でここでちょっとね思いついて、あそうだこのねペインティングナイフでガリガリってこう傷つけたら、なんかこの木のね幹の部分を表現できるなーと思ってね、ここでちょっとガリガリガリとねたくさんのね筋をねつけ始めました。一旦これでねつけておいて、後からまたね上からねちょっと部分的に今つけた線を隠すような感じでねしていくと、自然なこうね木の感じをね表現できるんですよね。まあもうこれね削ってるだけです。ペインティングナイフの先端でちょっとね力を入れてぐーっとね下に圧をかけてあげると、塗ってすぐで、ね、乾く前だとこのようにね色をそぎ取ることができるので、傷をつけることでこの木の幹ね、の部分を表現していく。でたくさんねバーって傷つけました。そしたらまたその上から先ほど作ったね明るい色、それからまたね暗めの色とかね、このね暗い色と明るい色をね交互に入れていくと、木もね立体感をね帯びた感じで上手に描くことができます。線もね部分的にこう見えてる感じ、チラチラっと先ほどねペインティングナイフでつけた筋が部分的に見えてる感じにするとより自然な感じになりますね。でここでちょっとね濃い色のね木をね描きました。こういった淡い景色の時は
部分的にこういったねちょっと種類の違う濃い色の形式あの木とかをね入れてあげるとアクセントになってお互いに引き立て合うことができますね。これはね、真ん中に棒を描いてちょん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 っていう感じでね描いていくだけで、あとこれ今左側に光が当たっている方に、さらに、明るい色合いをね上から重ねました。そしたらここから、映り込んだね景色を描いていきます。もうこれはね色合いだけ、もうね塗り方も適当にねシャシャーって描いていけばいいと思います。とにかくね色合いを合わせていく、ね、なんとなく空の、半分から上の部分がこう逆さになった感じですね。パターンと逆さになったイメージで色合いだけをまずはね、適当に合わせていきます。もう後でこれの細かい部分は修正何度もできるのでひとまずね色合い合わせました。そしたらねここでハケを使ってまずはね勢いよく上から下に上から下にと下ろしていきます。でこの時に下の色がハケについてて上にね明るい色ついちゃうんですけど、こういうのも気にしない、もう気にせずとにかく最初はこれ下に下ろす。そうしたら今度ハケを横にします。今ね縦にしたのを横にしたのを縦にして今度はね真横にスーッと伸ばしていく。もうこれもね勢いつけないとぷよっとなってしまうのでふにゃふにゃしてしまうのでね思いっきり、縦に横にでちょっとハケを柔らかいハケに向かいましたね。で縦に横にとやるとこうね映り込んだ景色をね描くことができるんですけども、これ失敗例です。っていうのもね絵の具が多すぎちゃったんですね。絵の具がね多すぎるとねあんまりこううまくいかない。でもまあねこうなったらまたね上から色をのせていって何度も何度もね描いていくことができるので、あ失敗したなと思ってもね大丈夫です。こっからね何度も何度もねアクリル絵の具っていうのはね重ねていくことができます。でまたねこれ上にのせました。でこの辺もねもうちょっとピンクだなと思ったんですけど下の絵の具が多すぎて青が出てきちゃうね。こういう時絵の具が多すぎちゃったなっていう時はキッチンペーパーとかねそういったものでこうね拭き取って、もうまず取ってしまう。せっかく描いたけど失敗したんでね、ペインティングナイフあじゃなくて、キッチンペーパーで取っていって上から空の色合いに合うような色合いにね何度も何度もこうやっていきます。でまたね、だいぶ色合いが合ってきたなと思ったらもう一度縦にシュッシュッと、そしたらねちょっとここで拭き取ってで横にスーッとまっすぐにねスーッと伸ばしていく。縦横という動きで伸ばしていきます。そうするとねこう鏡のようになんかこうね水面に映ったぼんやりとした感じ、今回はねうまくいきましたね。一応うまくいったけどもまだね色合いが合わない部分があるね。こういった部分は少しずつね部分的に書き込んでいきます。まあね、今回これちょっと失敗しちゃったんですけど、まあこういった失敗もよくある失敗なのでね、参考になるかなと思って、まあ参考にしていただけたらいいかなと思ったのでね、もうそのままね、こう修正していくところもね、お見せしておりますが、ね、なかなかこうね、うまくいくときといかないときとね、ありますね。で、こういったね、映り込みもね、細かく、こうね、筆を動かして、筋をつけているといい感じになってきます。でここでちょっとねこの先ほどのこの山の部分の影をねハケを横にしてシューッとね横に動かしてあげるとこのねブヨーンとねこう伸びた感じブヨブヨブヨっとした感じになりますよね。これがなんかこうね水面に映った景色ってなんかこうブヨブヨした部分ね、水のこの波紋というかね、
この水がね、水面で風にね、こうさらされてビヨビヨビヨっとね、している感じ、それをね、今ね、出しています。このようにね、もうちょっとね、この辺も山があるんで、とんがった部分をね、今かき加えて、さらに、ブヨブヨっとした部分をね、出していきました。そしたら今度はピンクの、空の部分の色が今度こっちにね、移り込んで入っている感じでね、描きながらまたこれもハケで伸ばしてっていうようにね、していきます。こういったね、色の筋を入れていくと、よりこのね、水面のね、質感をね、出していくことができますよね。この映り込んだね、景色の上からね、重なるようにこのね、筋を、影のとこから光のね、部分、影の部分からこのピンクのところに伸びる筋、それから今度ピンクの方から、緑の方に伸びる筋っていうようにね、色合いを入れていく。でもね、せっかくこれ描いたんですけど、まだ色が気に食わないね。まだこの辺もうちょっとピンクだなって思ったんで、またここでね、せっかく描いたんですけど、もう一回ね、やり直してます。もうね、気に入るようになるまでこうやってね、描いては、もう一度ね、ここもあんま緑じゃなくて青っぽい色にねしたいなと思ったんで、また色合いもね、変えながら、もうね、何度も何度もこのようにね、修正を重ねていくと、だんだんとね、このね、近づいた感じになってきますね。色合いもね、だいぶ合ってきました。で、もう一度この青い方をピンクの方にスーッと伸ばしていく。で、このように横に筋を伸ばすときは、細筆よりも平筆のちょっとね、幅のある平筆を横にスーッとね、スライドするようにすると、まっすぐのラインって描きやすいですね。この細い筆でね、描こうとするとどうしてもね、まっすぐの線ってね、手が震えてしまって、ブヨブヨブヨっとね、なってうまく描けないのでね。で、こういったね、暗い部分にもちょっとね、明るい筋をスーッと入れてあげるとね、よりこのね、水面の質感を出すことができます。でね、この明るい色ね、このね、暗くね、影になった部分に入れたことで、水面の質感がね、より出てきました。で、この中心あたりね、一番光が当たってる部分なので、ここにね、明るい色のね、光の筋を軽く入れていきます。これもピンクに白を混ぜた色合いね。で、これもファーッと描いたら、ちょっとぼかしてという感じで、ここでちょっとね、木の根元の部分にね、暗い色を入れましたね。なんかこのね、景色がふんわりとね、ぼけた感じになってるんで、このね、濃い色でちょっとアクセントをつけようかなと思ってね、根元の部分をね、濃くしました。で、ここでちょっとこの辺の色を使ってみようかな。で、これね、ターコイズグリーンとスカイブルーライト、この辺のね、明るい色合い、ちょっとこのね、日の当たってるところ、ここにね、思いっきり明るい色なんですけどもね、なんか幻想的なイメージをね、雰囲気にしたかったんで、ちょっと青みがかった緑の明るい色をね、入れていきました。で、ここからふんわりと光が、左右に広がっているイメージでね、中心からほんのりと左右のね、両方に光がわーっと広がっていくようにして、で、景色を描いたら、その映り込みの部分にも同じような色合いをね、もうこの辺りからはポンポンポンと軽く叩くようにしてね、ぼかすようにして入れていくといいですね。で、このね、明るい色の間にこう暗い色のね、
種類の違う木があることでお互いに引き立て合うことができますよね。あの右の黒い2本結構ね重要な役割果たしてますよね。でなんかこのね青みがかった色入れてて、でここでちょっと、茶色と黄色と白を混ぜた色合い、まあ、これねローシェンナの色合いですね。これを、ちょっとこのね遠くの方にね明るい色合いの木を描いたんで、ちょっとここに陸地ね砂が見えて陸地を描くといいかなと思ってね、ちょっとポイントにして、で、明るい色で描いたらその下はねローアンバーと黒を足したちょっと濃いめの色でしっかりとねここにも影をつけていく、ね、そうするとなんかちょっとアクセントにねなりましたね。全部がね青とピンクのね緑な感じのところにほんのちょっと茶色をね一部入れるだけでもね全体に絵が締まった感じになりますね。うん、でこっからもちょっといろんな色合いでね混ぜながら明るい色合いをねこの中心ちょっと右あたりのところねここにポイントを持ってこようかなと思ってね、いろんな色合いでもこれ青と水色混ぜてみたりとかねしながら、うん、ちょっと青みがかった色にすると幻想的なねイメージになりますね。でまたね青い色明るい色描いたら今度青の暗めの色、木を描くときはこのね暗めの色と明るめの色をね、同じ色合いでも作ってそれを、両方でね入れていくと立体感をね出すことができます。このね先ほどのね遠くの方に陸地をね、茶色で描きましたけどもね、ここも茶色の明るい色と濃い色、濃い色はこの水面との境目の部分ですね、そこに入れることでねこの光と影っていうものをね常に、見ながらどこから光が当たってるのか、その方向によって影をつけて光をつけていく、この光と影をしっかり描いていくことでよりね立体感を帯びた感じになるし、このね光がどこから当たってるのかなっていうのをね光の広がりっていうのも表現することができる。でここでまた今度はねペインティングナイフ、このペインティングナイフを使ってもまっすぐなラインってものすごく描きやすいのでね、これでね光さらにこの水面の光のね筋っていうものをね入れていく。でこのね光の部分は白にほんの少しピンクを混ぜた色で、今空の部分もねちょっと白をね足して光の当たってる部分ねぼんやりとねぼかして、山のところにも光がねふんわり当たってる感じにしました。でそしたらこれ今つけてるのはね濃い色ですね、緑サップグリーンに、ローアンバーとランプブラック、緑と茶色と黒、それからちょっと青かなを入れた色で、このねペインティングナイフの横につけてスーッとスライドするようにして、このね濃い色の筋っていうものも描いてあげるといいですね、うん、この緑の部分には緑のほんのちょっと濃い色の筋を入れてあげたりとか、でこのね描くときはそれぞれの質感っていうものをね、感じ取りながら描いていく。水面のときは水面の質感を出すように、木を描くときはねポンポンポンと叩くようにして木の質感を出したり、空を描くときはシュシューっとね、流れるようにしてそれぞれのね質感を出しながら、これでね完成いたしました。今回はねちょっと青の色合いとかこの緑の色合いもちょっと青を加えたりね黄色を使うことで幻想的な色合いにして
くのね、幻想的な山奥のね、風景ってものをイメージして描いてみましたが、いかがでしたでしょうか。あのね、失敗も含めて参考に、少しでも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録と高評価のグッドボタンの方もよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。